はい、どうもスタージです。今回の動画なんですけども、今回の動画は、僕が飼育しているセイブシシバナヘビの森永さん、この子の動画になります。よかったら最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう、どうぞ。はい、ということで今映っているのが僕が飼育しているセイブシシバナヘビの森永さんです。いや、かわいいね。いや、このボーダーのシェルターがよく似合う超かわいいヘビですね。ね、森永さん、今日はね、この子にご飯をあげていこうかなと思います。かわいい顔してるな。まあ、こんなね、かわいい顔をしてて、実はこの子怒りん坊さんなんでね、よく怒られます。じゃあね、早速ご飯をあげてみましょう。今回与えるのはこちらのピンクラットです。さあ、どうかな。森、食べる？お、怒られた。怒りながらも怒りながらもすごい勢いでね、食いつきました。ただね、すごい横なのよね。すごい一生懸命な顔しているけど、そこはちょっと食べにくいよ。ね、この子ね、すごいね、可愛らしい顔してるんですけども、さっきみたいにね、すぐね、シャーッとね、怒ってきてね、飼い主はね、毎回ね、びっくりさせられます。お、上手だね。しっかりと鼻先の方まで移動してますね。お、上手だね。今日はすごく上手に鼻先までね、持っていきましたね。結構ね、この子横っ腹に食いついて、なかなかね、飲み込めず、もう最悪ね、二つ折りにでもして無理やりでも飲むんですけども、今回はね、しっかりと鼻先までね、持っていけましたね。すごいね、森さん。さあ、このね、短い鼻先で頑張ってもぐもぐと食べてますね。やっぱりシシバナヘビはね、このなんかモキュモキュしたようなね、食べ方がとっても可愛いですね。さあ、頑張って。だいぶ早いね。ちょっとね、サイズが小さかったかな。余裕で飲んでますね。いい顔してるね。早いね、今日は。もう一瞬で飲み終わりそうですね。このね、ケースに映った森永さん、ブサイクで可愛いですね。どうかな？食べたね。口をね、アムアムさせてますね。かわいいな。はい、しっかりとね、飲み終わりましたね。
すごい舌チロチロさせてる。美味しかった、森さん。最初は怒りながらでしたけども、ちゃっかりとね、味わって食べてくれましたね。かわいい、お花ツンツンだね。シェルターからね、完全には出てこないんだね。やっぱりシシバナエビ可愛いですよね。またね、シシバナエビ増やしたいですね。欲しいモルフの子はね、結構何匹かいるんですけども、まあ、なかなかね、買う機会がなくてお迎えできてないんですけども、まあ、これからね、まあ、スネークラックとか作っていくので、まあ、そしたらまたシシバナヘビ、他のモルフも買ってみようかなと思います。はい、ということで今回の動画はね、少し短いんですけども、この辺にしとこうかなと思います。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。森さん、ちょっと足りなかったかな。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。